クリスティアーノ・ロナウドの超巨額年俸280億円が話題。時給324万円に。年俸を280億円とした場合、単純換算すると月給233億3333万3333円。日給77777778円。時給324万741円。分給54012円。秒給900円となる。ネット上では、1時間ごとに新車を買える。1秒に稼ぐ金額がほぼ時給。月給でダルビッシュ有の年俸くらい。など驚きの声が続々。なお、イギリス公共放送 BBC は、サッカー選手では史上最高の給与を得ることになると報じている。300万で車が買えるのかい？現在の時間軸だけ考えてるからおかしなことになる。子供の頃から積み重ねてきた時間も考慮してあげなきゃ。それでも途方もない金額だけどな。ACL だと決勝まで行かないと日本のクラブは当たらないから別世界の話だな。俺の月給クリロナの100秒分。さすがサウジ。クリロナの1秒はコンビニバイト1時間分。合格と大したことない。280億円分株買って SNS でつぶやけばさらに増えそう。どうせすぐ辞めるよ。クリロナの1時間が俺の年収か。なぜだろう。ちっとも獲得が羨ましくない。むしろ中東のいいサイドアタッカーが欲しいわ。寝て起きたら1000万。野球弱可能な年俸だな。MLB 選手で年俸1位が税込み4333万ドル。約56億円。1億分けてくれ頼む。ロナウドのインスタフォロワーが世界初の5億人超え。広告付き1投稿で3億円ゲット。インスタに写真1枚投稿したらサラリーマンの生涯収入くらい稼げる。毎日スーパーカー買えるな。サウジって税金かからないんじゃなかったっけ？手取りで280億はやばいな。でサウジのチーム割益出るの？俺なら1時間働いただけで1年暮らせるわ。スポンサー込みで280億で、クラブからは90億とかって何かで見たけど違うのか？で、他のチームメイトの給料はいくらくらいなの？富が集中しすぎるのは良くない。富が分散するのは夢がない。よく経営できるな。オーナーがプロスピみたいな感覚で遊びでやってるのかな。金は得たが何か大切なものを失ったな。片やメッシはワールドカップで最高のパフォーマンスを披露し最前線に返り咲いたというのに。ポルトガルは中堅国だから優勝は無理。クリロナは37歳だからヨーロッパトップリーグでプレーするのが異常で、ジダンやロナウドも30代前半で引退している。鼻くそほじってる間も900円。メッシは伝説になったがクリロナは忘れ去られるだろうな。スポーツ選手で年間で280億稼いだ人って他にいる？メイウェザーが1年だけなら稼いでるね。普通に CL クラスのクラブ運営できる金額じゃね？すごい世界だな。3分小便してる時間だけで16万円。ちょっと長いうんこしている間に100万円くらい稼ぐのか。マジで決まっちゃったのか。なんか残念だな。37歳だしな。34歳で日本に行ったイニエスタも世界中で残念と思われた。やりたいことは CL 出場なんだから。本人にとっては秒給1億円だろうと不本意だから。今さら金でもなかろうし、何をモチベーションに中東なんか行くのかな？今回はここまで。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。